チェイス・キャメロン・アトリーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、パサデナ出身の元プロ野球選手、右ト左だ。愛称は、シルバー・フォックス。名前は、日本語メディアでは、チェイス・アトリーなどの表記も見られる。総攻守に秀でた、2000年代の MLB を代表する二類種の一人、フィリーズの主軸を担ったスター選手で、そのルックスから、女性人気が高い。 カリフォルニア州パサデナ生まれ。幼少期は同州ロサンゼルスに本拠地を置くロサンゼルスドジャースのファンで、そのドジャースが出場した1988年のワールドシリーズ第2戦を会場のドジャースタジアムで観戦している。当時から研究熱心で12歳から15歳の頃には憧れのジムトーミなど一流選手の打撃フォームを研究しながら、 バッティングセンターで毎日打撃練習していた。同州ロングビーチのロングビーチ、ポーリーテクニック高等学校に進学後、1997年にドジャースから MLB ドラフト2巡目指名を受けたが、契約せずカリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学する。本人によれば、確かにプロ野球は夢だったけど人間的に成長するためには大学へ行くことが、 必要だと思ったという。UCLA では1年目は遊撃手として、2年目からは二塁手として、通算で179試合に出場して打率。342.53本類が174打点を記録。ルームメイトのギャレット・アトキンスと共に、チームの主軸として活躍した。2000年の MLB ドラフト1巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名を受けると、 契約を締結し、念願のプロ入りを果たす。同年に、参加の A-9 バタビアマックドックスでプロデビューし、40試合に出場して打率、307、出塁率、383という成績を残した。2001年には、A 級クリアウォーターフィリーズに昇格。一時は、外角の速球がなかなか打てずに苦しんだが、最終的には16本塁が。 120アンダを記録し、マイナーリーグのオールスターフューチャーズゲーム、アメリカが衆国選抜の一員に選ばれている。2002年は A 級レディングフィリーズを飛び越して、トリプル A 級スクラントンウィルクスバリーレッドバロンズに昇格。そこでは、スコット・ローレンの後釜としての期待から、これまでの二類種から三類種へとコンバートされる1、シーズンを過ごす。 しかし慣れないポジションなだけに動きは不自然でぎこちなく28失策、守備率918と不安定さを露呈する。結局、ローレンはこの年の夏にセントルイスカージナルスへトレードされるがアトリーは翌2003年のスプリングトレーニングで二類種へ戻される。2003年のシーズン開幕をメジャーで迎えたアトリーは4月4日の ピッツバーグパイレーツ戦に代打として初出場。ジェフ・スーパンの前に空振り三振に倒れる。初の先発は同月24日のコロラド・ロッキーズ戦で8番・二塁手として出場したアトリーは3回裏にアーロン・クックからメジャー初本塁打となる満塁本塁打を放っている。この年はメジャー定着とはならなかったがトリプル A 級。 スクラントン・ウィルクス・バリで113試合に出場して、打率。323オプス、907の好成績を残し、同級のオールスターゲームに選出された。2004年は、開幕を、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクス・バリで迎え、フィリーズの聖二類種、プラシド・ポランコの故障に伴い5月上旬にメジャーへ。 昇格、その後6月中旬にまたもマイナーへ戻されるも、同月下旬にメジャー最昇格を果たす。そこからは、シーズン最後までメジャーに定着し94試合に、出場、打率、266.13本塁打、57打点を記録した。2005年は、シーズン開幕から相手の先発投手が右腕だった時の先発にいる一種として、起用される。 そこで実績を残すとチームは6月、救援投手人強化のためでトロイトタイガースからウーゲットウービナウトレードで獲得し、見返りとしてアトリーと併用していたポランコを放出。これにより、アトリーが正二類種となった。当初は主に5番から7番を担っていたアトリーだが、7月中旬頃からは、打線の中軸として3番打者を任されることも多くなる。 最終的にこの年は147試合に出場し、打率291.28本塁打105打点という成績を収める。28本塁打のうち26本は2塁手として出場した時に放ったもので、これは9団体記録である。2006年開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出される。 同大会では4試合に出場し、打率385を記録した。レギュラーシーズンでは、6月23日から8月3日にかけて、メジャー史上10位体となる35試合連続安打を達成し、注目を集める。この間、7月には、全試合で安打を放ち月間 MVP を受賞、オールスターにも初めて選出された。シーズン通算では3割30本塁打。 100打点のほか200アンダーやリーグ最多得点を記録するなどの木並み、成績を伸ばし、シーズン終了後にシルバースラッガー賞を初受賞。チームを代表するスター選手となった。また、日米野球にもチームメイトのライアンハワードらとともに参加している。2007年のスプリングトレーニングで本塁打を放つ2007年1月21日に、フィリーズと 総額8500万ドルの7年契約を結んだ。GM のパッドギリックは、我々は長期契約を好んでいるわけではないけど、チェイスの場合は例外だ。彼のような選手がこのチームにいるのはラッキーだよ、とアトリーを高く評価した。この年は、開幕から前例を上回るペースで打っていたが、7月26日のワシントンナショナルズ戦で、ジョン・ラナンから支給を受け右手を骨折。 一ヶ月間の欠場に追い込まれる。それでも復帰後はすぐに、レギュラーとして出場し、最終的には打率。332オプス、976.103、打点の好成績を残した。故障離脱がなければ、この年のリーグ MVP は、チームメイトのジミー・ロリンズではなく、アトリーが受賞した可能性もあるほどの活躍で、チームの14年ぶり地区優勝に貢献。 しかしポストシーズンでは、大学時代の同僚アトキンスが在籍するコロラドロッキーズに地区シリーズで敗れた。2008年4月17日から4月21日にかけて5試合連続本塁打を放ち同月の月間 MVP を受賞する上場の滑り出し。前半戦94試合で25本塁打、69打点、オプス、955を記録し、オールスターには、 ファン投票で、ナリーグ最多の388万9602票を集めて選出される。後半戦は65試合で8本塁打、35、打点、オプス、855と調子を落としたが、前年を上回る数の支球を浴びても怪我なく1年を乗り切った。チームは2年連続地区優勝。ポストシーズンでフィリーズは、一勝もできずに敗退した。 前年と異なり、ミルウォーキーブルワーズとの地区シリーズを3勝1敗、ドジャースとのリーグ優勝決定戦を4勝1敗、タンパベレーズとのワールドシリーズを4勝1敗と、解消し、28年ぶりにワールドシリーズ優勝を、果たした。アトリーは、ポストシーズンを通して打率、220と低迷したが、全試合で出塁したほか、ワールドシリーズでは2本塁打を放つなど、 一定の役割を果たした。初のワールドシリーズ優勝を経験したアトリーは、シーズン終了後、5月中旬以降ずっと全部の痛みを我慢しながらプレーしていたことを明かし、11月下旬に手術を受けた。一塁カバーに入るアトリー2009年のシーズン開幕に間に合わない可能性もあったが、4月5日の開幕戦で先発出場して復帰。 この年も5年連続となるオプス900超えのほか、自己最高の23盗塁を記録するなど元気な姿を見せた。9月8日の試合では2年連続の3 5本塁打を放ち、ハワードやジェイソン・ワース、ラウル・イバニエスと共に、史上12組目の30発カルテットを形成している。フィリーズはリーグ2連覇を達成し、ニューヨーク・ヤンキースとのワールドシリーズに進出。 そこでアトリーは、初戦で CC、サバシアにに本類打を浴びせるなど6試合で、敬語本類打を放ち、レジー・ジャクソンが保持する、シリーズ最多本類打記録に並ぶ強打を発揮。しかしフィリーズは2勝4敗で敗れ2年連続での、ワールドシリーズ優勝を逃した。2010年6月28日のシンシナティレッツ戦で2塁ベースへ、滑り込んだ際に、右手親指を痛め、 翌日に故障者リスト入り、8月中旬まで1ヶ月半欠場し、この間に開催されたオールスターでもファン投票戦でながら出場を辞退した。それでも9月1日からシーズン最終戦までは29試合で打率、306オプス911と活躍し、チームの4年連続地区優勝を支えた。2011年3月30日に、 右膝の故障で15日間の故障者リスト入りし、5月22日に復帰。故障の影響もあり、前年まで5年連続で選出されてきたオールスターにも選ばれなかった。この年は103試合に出場し、打率259.11本類が44打点14盗塁だった。2012年4月3日に、 左膝の故障で15日間の故障者リスト入りし、6月27日に復帰。この年は故障の影響で88試合の出場にとどまり、打率256.11本類が45打点11盗塁だった。2013年は3年ぶりに開幕ロースター入りしたが、5月23日に15日間の故障者リスト入りし、 6月21日に復帰した。8月8日にはフィリーズと総額2700万ドルの2年契約に合意した。7年契約最終年のこの年は131試合に出場し、打率。284.18本類が69打減、8盗塁だった。2014年は前半戦で91試合に出場し、打率。 293.8本類が46打点と活躍。7月に4年ぶり6回目となるオールスターにファン投票で選出された。しかし後半戦は打率235と調子を落とし、シーズンオプス746はレギュラー定着後最低の数字となった。2015年は開幕から大不振に陥り、4月終了時点で打率。 114、5月は月間打率256とやや調子を上げたが、6月は再び月間打率1割台と波に乗れず、8月19日にダーネルス・スウィーニー、ジョン・リッチーのトレードでドジャースへ移籍。前年オフに同じくフィリーズからドジャースへ移籍したジミー・ロリンズと再びに勇敢コンビを組むことになった。 ドジャー追跡後も調子は上向かず、2チーム通算で打率。212、オプス、619の成績に終わり、ファンラフスにおける、オフ、デフ指標のいずれもメジャー定着後ワーストの数字で、公主ともに制裁を書いたシーズンとなった。また、2004年から継続していた連続2桁本塁打記録も11年で、途切れた。 ポストシーズンである10月10日の地区シリーズ第2戦の対メッツ戦にて、メッツが2対1で、リードの7回裏ドジャースの攻撃、一1死1.3塁の場面で、ハウィー・ケンドリックのセカンドゴロの際に一塁走者のアトリーが、閉殺崩しを観行。結果として閉殺は阻止されたが、このプレーで、メッツの遊撃手、ルーベンテ・ハダはアトリーに吹き飛ばされ、右足のひ骨骨折で退場。 シリーズ絶望の大怪我を負った。このプレーに対し、大リーグ機構は、危険なスライディング行為をして2試合の出場停止処分を言い渡したが、アトリーが不服としたため処分は保留された。しかし、処分に提訴したアトリーの態度を不服とするファンから、同選手を守るための限界体制が敷かれ、アトリーは、ニューヨークで行われた第3戦以降の試合を欠場した。 翌年3月7日に MLB 機構が処分を取り下げた。シーズン終了後、球団が契約オプションを破棄したため11月7日に FA となったが12月9日にドジャースと改めて1年契約を結んだ。戦術のポーストシーズンにおけるプレーに加え、2015年9月27日に発生したシカゴカブスのクリス・コグランによる併殺崩しによって、 ピッツバーグパイレーツの京正弘が左足の蛍骨骨折と人体断裂の大怪我を負ったプレーの発生をきっかけとして2016年2月25日に MLB は2塁ベース付近で走者が併殺を防ぐためにする危険なスライディングを禁止する新ルールを採用したと発表した2016年もレギュラー格として138試合に出場し打率252 オプス715と昨年より数字を向上させた。シーズン終了後の11月3日に再び FA となった。2017年2月18日に1年200万ドルでドジャースと再契約した。7月7日のカンザスシティロイヤルズ戦で通算戦打点を達成した。この年は昨シーズンと比べてベンチからの出番が多くなり、 出場試合数は11試合しか減っていないものの、打席数は200以上減少した。打率は昨シーズンより低い。236だったが、出塁率、超打率は昨シーズンを上回った。オフの11月2日に FA となったが、2018年2月17日に、ドジャースと改めて2年契約を結んだ。2018年7月13日、 シーズン終了をもって引退する意向を表明した。9月12日のレッツ戦では、この月から適用開始されたセプテンバーコールアップを利用して、チームがベテランのロースター入りを増やした影響でチャンスをもらい、代打の一人に起用された。オフの11月9日に2年契約の1年目だったため、ドジャースは契約解除の手続きを取り、11月11日に、 正式に引退選手として講示された。走行師に全力プレーが持ち味の選手で、フィリーズの球団公式サイトはアトリーを、ハード、ノーズドプレイヤーフートリーツエブリー、プレイヤーズイフイッツヒズラストと形容している。何事にも、一生懸命な姿勢は試合前の入念な準備にも現れており、フィリーズ時代に監督を務めていたチャーリー・マニエルは、アトリーを、 これまでの野球人生の中で最も準備に余念がない選手だと評した。打席に立つとまず下半身を揺らし、上半身をリラックスさせる動作を取る。そしてバットを構え、投球が来ると、それを短く速いスイングで弾き返す。このスイングについて2008年のワールドシリーズで対戦したスコット・カズミアーは、彼は他の左打者と比べても異質だね。大抵の左打者は、 スイングの軌道がもっと長いんだけど、彼の場合は短くて速くて、バットがヒッティングゾーンを通過していくのが本当に速いと話した。その他、クリス・ヤングやペドロ・フェリシアーノも速いことと短いことに言及している。このスイングでアトリーは毎年打率300点30本塁打前後の成績を収めている。三振が毎年100近いのが短所である。 守備は UCLA で二塁を守っていたのを見たフィリーズ GM 補佐のマイクアーバックルが彼は将来は左翼手にコンバートされるかもしれないという印象を抱いたほど動きが悪くメジャーに初めて昇格してきた時も守備には不安があったしかし次第に上達しておりプラスマイナスシステムという指標ではアトリーは2004年から2006年の3年間でプラス52 2006年から2008年の3年間ではプラス85と優秀な数字を残している。総類では2010年までの通算 XBT% が57%と高い数値を残している。当類は毎年15から20個ほど決めており、通算成功率は88.1%。2009年には23度当類を試みているが、失敗は一度もなかった。 ありがとうございます。